セントルイス・ワシントン大学。セントルイス・ワシントン大学。ワシントン・ユニバーシティ・インショートトン。類は、アメリカ合衆国ミズユリ州セントルイスにある、私立大学。1853年創立。大きく7つの大学院と学部によって構成され、全米でトップレベルとされる教育機関の一つで、ヒドン・アイビーに数えられる。毎年更新される。 全米大学ランキングでは常にトップ12ランクし、中西部のハーバードと親しまれている、長男観光、医療、社会福祉、都市、建築などの分野が有名で、特にメディカルスクール、医科大学院はその業績において、世界的な知名度を誇っており、数多くのノーベル賞受賞者を輩出している、中規模な大学にもかかわらず、 現在22人のノーベル賞受賞者が所属しており、そのうち9人が先駆的研究を行っている。2006年度には連邦政府から4億3400万ドルの研究基金を受け、全米で7番目に寄付金の多い大学としてランクされている。設立当初はエリオットセミナリー、エリオットセミナリーと呼ばれていたが、アメリカが衆国諸外大統領、 ジョージ・ワシントンにちなみ、1854年に、ワシントン・インスティチュート、ワシントン・インスティチュート、1856年に、現行名、ワシントン・ユニバーシティに変更された。ワシントン州シアトルにある州立のワシントン大学や、同州プルマンにある、ワシントン州立大学との所在地における混同を避けるため、1976年に評議委員会によって、 印象とトン類が付け加えられた。公式にはザワシントンユニバーシティとしているが、日常では主に古称、略称として和種、ワッセルが用いられる。1853年に設立された。この大学は当初倉庫街の中心にあったが、1900年に開発中であった現在の場所に移動することを決定した。近年では1992年、 2000年、2004年、続いて2008年に大統領、また副大統領候補の討論会の会場として選ばれている。キャンパスはセントルイス市郊外のフォレストパークの西側と東側に広がっており、西側に広がるのがダンフォースキャンパス、東側に広がるのがメディカルスクールのキャンパスとそのメディカルセンターである。セントルイスのダウンタウンから15マイルほどの近さで、 あるにもかかわらず、ホレストパークと共に自然が豊かな環境である。キャンパス内には美しい芝生が広がり、ゴシック様式の建築に統一され、景観が美しいことで有名である。キャンパスの玄関とも言うべき建物は、ブルッキングズ・ホールと呼ばれ、1904年のセントルイス、万国博覧会に使われた建物を移設したもので、ある。 キャンパスの北西と北東にはそれぞれセントルイスの主要地下鉄であるメトロリンクの駅が設置されている。また、校内には世界的な建築家でワシントン大学セントルイスで教鞭を取ったこともある。牧文彦が手掛けたスタインバーグホール、サムフォックスアートセンターがある。ダンフォースキャンパスからフォーサイス通りを挟んだ反対側にはサウス40と呼ばれる学生寮のある地区が広がる。 ここ数年の大改築により学生量は一新された。メディカルスクールのキャンパスはセントラルウェストエンドという繁華街に隣接しており、付属のメディカルセンターの規模は全米でも屈指の規模を誇る。メディカルキャンパスには主に大学の運営機関が所属するキャンパス。北キャンパスには大学運営の不動産、会計部門、交通機関部門、 ネットワークテクノロジー部門等がある。舞台芸術学部用の倉庫もある。長期間のリノベーションが続いていて、2007年には食堂が、2010年にはファミリーラーニングセンターが完成した。西キャンパスはダンフォースキャンパスの西1.6キロのクレートン地区に一致している。もとデパートだった建物を1990年にワシントン大学が買取大学運営機関用の キャンパスとした。地下には図書館と会議室が1階は一般の商業施設、2階から上には同窓部門、情報システム部門やその他運営機関がある。また2階には音楽リハーサル室もある。北キャンパス、西キャンパスともに地下鉄、メトロリンクの駅が通っていて、ダンホースキャンパス、メディカルキャンパスにも容易にアクセスできるようになっている。 タイソンリサーチセンターは809ヘクタールを要する研究用フィールドで主に生物学研究に用いられている。人文科学は人文科学部 The College of Arts and Sciences、人文科学大学院 The Graduate School of Arts and Sciences、人文科学部 University College in Arts and Sciences の3つの部門が立っている。平均のクラスサイズは18人であり、 80%のクラスが24人以下である。クラスの半数は10人以下のクラスで成り立っていて、生徒教員費は7、1である。1917年に商業、財政学部として設立され、1988年に企業家のジョン・ M ・オーリンの名を冠したオーリンビジネススクールと名付けられる。経済学、経営学のほか経営収支、MBA、 プロフェッショナル MBA、エクゼキュティブ MBA、財政学、チェーンマネジメント、会計学修士、会計学博士等がある。2002年からは、中国、丹大学と合同にて、エクゼキュティブ MBA を設立した。オーリンスクールには1万6000人を超す同窓ネットワークがあり、2004年には2億1300万ドルの寄付金を受けていて、 年平均での寄付金は1200万ドルである。サムフォックス市長芸術学群は芸術学部と建築学部が合体して2005年に設立され以下の学部が所属している。建築学は4年生の理系建築学士と文系建築学士と共に学部、大学院合同の6年生。本来建築学修士は7年、建築修士プログラムを提供している。建築、 都市デザイン修士プログラムは2012年度のデザインインテリジェンス誌によるランキングにて4位にランクされている。芸術学は芸術学誌と芸術学修士を提供しており、1、3の生徒型学部とのダブルメジャー、もしくはマイナーとして専攻している。芸術学修士プログラムは US ニューズワールドレポート誌にて15位にランクされている。 工学部は全米で43位にランクされており、特に生物医学工学では10位にランクされている。工学部には以下の学科が含まれる。他学部との様々なジョイントプログラムが盛んで、経営修士、人文科学修士、医学部と社会福祉学修士とのジョイントプログラムを提供している。また、資産法、税法、外国法律、司法、 司法博士等のプログラムがある。法科大学院は全米で18位にランクされている。特に実践教育プログラムは現在4位にランクされている。医学部は研究、臨床の分野から世界的に有名であり、全米で最も入学の難しい医学部として知られている。最近はゲノムセンターがヒトゲノムプロジェクトにて、 中心的な役割を果たしており、解析のうち25%ほどに貢献している。療法学が有名で、理学療法の分野で全米2位に、作業療法では全米1位体にランクされている。ブラウン社会福祉大学院は現在全米1位にランクされている。人文科学修士や公衆衛生修士等と合同にて博士号も提供している。卒業後は、 介護福祉分野よりも国連やユニセフ等の社会福祉団体にところすることが多い。大学の図書システムは14の図書館によって編成され、蔵書数420万冊を超え、水売りリ州内で最大規模を誇る。このシステムの中心となるのがダンフォースキャンパスに位置するオリンラブラリーである。他の図書館は基本的に各学部、 研究施設に併設されている。1881年に設立されたミレドレットレーンケンパー美術館は教育プログラムを提供する美術館でアメリカ合衆国最高を誇るミシシッピ川東側で最初に設立された美術館である。コレクションは19世紀、20世紀、21世紀のアメリカとヨーロッパの芸術家の作品を所蔵する。また、 この美術館は、ニューマン貨幣展示館を併設している。2006年10月、ケンパイア美術館は、スタインバーグホールから移され、サムフォックス資格芸術学部の他の施設と共に、世界的に有名な建築家である、マキフミヒコによって一新された。マキは1959年当時、スタインバーグホールを設計しており、約40年後、新たに、 ケンパや美術館を含む複合施設の設計を行ったことになる。ワシントン大学は2011年度の US ニュースワールドレポート誌による全米大学ランキングにおいて学部プログラムは全米で13位に合格難易度は7位にランクしている。加えて19もの学部が全米トップ10位内にランクされている。大学院としては医科大学院が3位に 社会福祉が1位にランクされている。作業療法学は1位に、理学療法学は2位にランクされている。2011年度、法科大学院は18位に、経営学大学院は20位にランクされている。建築、都市デザイン大学院は、デザインインテリジェンス史による2012年度建築学ランキングでは4位にランクされている。2011年度には、 1500人の定員に対して28,823人の願書を提出した。90%以上の新入生が高校にてトップ10の成績を持っていた。ワシントン大学のスポーツチーム名はベアーズで NCAA ディビジョン EE に所属している。ベアーズは18度 NCAA ディビジョン EE で優勝を獲得している。サッカー、フットボール、 陸上チームのホームグラウンドであるフランシス・フィールドは1904年夏季オリンピックの開催地でもある女優メアリー・ウィックス声優としても活動を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。